嘆きの壁事件。嘆きの壁事件は、1929年8月に、イギリス移人党治療パレスチナのエルサレムにある嘆きの壁で発生した、アラブ人とユダヤ人の武力衝突。この事件が、きっかけとなって、約1週間の間にヘブロン、や、ツファット、など、パレスチナ各地で、アラブ人による一連のユダヤ人襲撃が起こった。十九世紀中頃か,から交流した。 シオニズム運動により差別に苦しむ離散ユダヤ人の間ではパレスチナへの移民が増えていた。ドレフィス事件などがきっかけとなりパレスチナにユダヤ人の国を作ろうという動きは強まっていた。1917年のバルフォア宣言でイギリスの後押しを受けユダヤ人の国家建設は一段と現実味を増した。バルフォア宣言後9年間で10万人のユダヤ人が パレスチナへ入植している。パレスチナの土地を所有するユダヤ人も増え、ヘブライ大学が建設された。世界各国の同胞から支援を受け、政治や経済に多大な影響力を持つロスチャイルド家など強力な後ろ盾を持つユダヤ人入植者の急増にアラブ人は危機感を募らせていた。西暦70年にローマ帝国によってユダヤ教の礼拝地である。 エルサレム神殿は破壊された。破壊を嘆くという意味で名付けられた嘆きの壁は、現在も残る神殿の残骸である。西側の外壁であるため聖壁とも呼ばれ、祈りの場所となっている。エルサレム神殿は、神殿の丘、ハラム・アッシャリーフと呼ばれ、ユダヤ教における聖地である。1967年の第3次中東戦争で、 神殿の立つエルサレムの旧市街地を占拠するまでの約1900年間、ユダヤ教徒は自由に嘆きの壁に来て祈りを捧げることはできなかった。一方、イスラム教徒は672年にあるイコール、アクサーモスクを692年には岩のドームを神殿後に建て、道地をマッカ、マディーナに次ぐイスラム教の3番目の聖地とし、ここに現在まで続く。 嘆きの壁をめぐるユダヤ教徒とイスラム教徒との紛争の種ができた。1928年9月、男性と女性の祈祷者を分ける習慣のあるユダヤ教徒たちは、嘆きの壁で行う読むキプルの祈りで男女の境につい立て、メヒッツァーを置いた。これをイスラム教徒は、オスマン帝国時代に定められた嘆きの壁区域における建設禁止の行に反すると抗議した。 抗議を受け、イギリス当局はこれを撤去するよう命じたが、ユダヤ人側も、また聖なる火を予防されたと憤慨した。また、エルサレムの大、ムフティー、イスラム法権威者であるアミーン夫妻議員は、パレスチナに住むアラブ人、世界のアラブ諸国中に、ユダヤ人たちがあるイコールワクサーモスクを占拠しようとしているという、ビラを配布し扇動活動を行った。1925年、 ロシア系ユダヤ人の税部、ウラジミール・ジャボチンスキーは、修正主義シオニズム連合、ユニオン・オブ・リビジョニスト・ザエニスツを設立した。修正主義シオニズムは、ヨルダン川両岸をユダヤ国家とする大イスラエル主義を掲げ、ヨーロッパから大量のユダヤ人移民を受け入れ、結果、必要となってくる防衛のために、ユダヤ人軍事組織の結成目標としていた。 ジャボチンスキーは、修正主義シオニズむ連合設立の2年前、1923年に、ラトビアのリーガで、ベタルという青年運動組織を作っていた。ベタルは、1920年のテルハイにおける、アラブ人からの攻撃で命を失った、ユダヤ人自衛のシンボルであるヨセフ・トルンペルドールの、軍団という意味で、そのヘブライ語等文字である。 またに世紀のバルる国場の乱で最後まで立っていた鳥での名前でもある。名前の由来からもわかるようにベタルは戦闘活動を行っていた。彼らの多くはジャボチンスキーガートに結成した地下戦闘組織ルン軍のメンバーとなった。1929年8月15日、ユダヤ教の断食の儀式、ティシュアーベイコールアーブの最中にベタルに所属する青年数百名が 嘆きの壁に集まった。エレミア・ハルパーンの指揮のもと、彼らは壁は我々のものだ。と叫び、現在イスラエルの国旗となっているシオニスト運動の旗を掲げ、後にイスラエルの国家となるシオニズムの賛美歌を歌った。イギリス植民地統治政府は更新について事前に報告を受け、紛争が起きないよう警察に厳重な護衛をさせた。ベタルの青年たちが 地元のアラブ住民を攻撃したり預言者、ムハンマドの名前を汚したという噂が広がった。翌日8月16日の金曜日、ムスリムの集団礼拝日、先導的な説教を聞いた後、当時のイギリス統治下において、イスラム社会の最高監督機関であった、イスラム最高評議会によって、デモ隊が結成された。デモは、嘆きの壁まで行進し、ユダヤ教の祈りの書や、 壁の隙間に挟まれていた願い事の紙を燃やした。ユダヤ人の抗議に対して総督代理であったイギリス人のハリー・ルークはページが燃やされただけで祈りの書全部が燃やされたわけではない。と答えるのみであった。暴動は続き、次の日にはブハラユダヤ人の住む地域でユダヤ人のエイブラハム・ムズハリが殺され、その葬儀は政治的なデモにまでなった。 8月20日にハガナーのリーダーたちがヘブロンに住む600人の古い一周部たち、シオニズム運動が始まる1882年以前から住んでいる者に護衛やヘブロンからの退去支援を申し出た。しかし、ヘブロンコミュニティのリーダーたちはアラブの名士たちが保護してくれると信じているとして、ハガナの申し出を断った。次の金曜日の8月23日、二人のアラブ人が 殺されたという噂に煽られたアラブ人たちはエルサレムの旧市街を攻撃し始めた。暴力はすぐにパレスチナの他地域にも広がっていった。は、最も被害が大きく、ユダヤ人、約65人が殺害され、58人が怪我を負い、女性は強姦された。パレスチナ全体でイギリス植民地政府には、たった292人の警察官、100人に満たない兵士、 6台の戦車と5機内しは6機の飛行機しかなかった。8月24日までにエルサレムでは17人のユダヤ人が殺された。その他にツファット、モサ、クファルウリア、テルアビブでも殺害された。暴動のあった1週間でユダヤ人は合計133人が殺害され339人が負傷した大部分がアラブ人による殺傷。アラブ人は 合計116人が殺害され232人が負傷した大部分はイギリス植民地警察、民地兵による殺傷楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。